エティエンヌ・エミール・マリー・ブートルーは19世紀フランスの著名な科学哲学者、宗教哲学者、歴史哲学者。科学における唯物論を通列に批判した。フランススピリチュアリズムの系譜に連なる哲学者であり、科学の力が容赦なく強まっていた時代にあって、宗教と科学は調停可能だと強く主張した。有名な哲学者、アンリベルクソンの影に隠れてしまったことで、 英語圏では、ブートルーの仕事はあまり知られていない。1898年に、道徳、政治学アカデミーの、1912年には、アカデミーフランセーズの会員に選出された。エミール・ブートルーは、パリの近く、オードセーヌ県、モンルージュに生まれた。リセ・ナポレオンに入学し、1865年に、卒業、その後高等市販学校へ進む。 1869年から1870年まで、ドイツのハイデルベルク大学に留学し、生理学者、物理学者のヘルマン・フォン・ヘルム・ホルツに学ぶとともに、そこで、ドイツ哲学とも出会った。初めていた仕事は、カーンにある理性の哲学教師だった。1874年、博士論文をもとにした、諸女作、自然法則の偶然性についてを上司した。同書は、 カント哲学が科学にとって持つ願意を分析したものである。1874年から1876年にかけて、ブートルーは、南ー大学文学部で教鞭をとり、そこで科学者、数学者のアンリポアンカレの妹である、アリーヌ・ポアンカレと恋に落ち、結婚した。1880年、息子のピエールが誕生した。ピエール・ブートルーも、また、数学者、 科学史家として世に出ることになった。1888年、ブートルーはパリ・ソルボンヌ大学で近代哲学史の教授に就任した。1898年、道徳政治学アカデミーの会員に選出され、1902年にはフランスの優秀な学生のための住居であるティエール財団のディレクターに就任した。1912年にはアカデミー・フランスセーズの会員になった。 ブートルーの教え子には、アンリベール、アンリベルクソン、モーリス・ブロンデル、エミル・デュルケムがいる。翻訳し語出版英訳学術論文。ありがとうございます。